こんにちは、工藤理沙です。今回は記念すべき1本目の動画ということで、田舎で生まれ育った公務員だった私がなぜママ社長になったのかという起業ストーリーをお話しさせていただこうかと思います。で、初めて私のことを知ってくださった方もいらっしゃるかなと思うので、まずはじめに簡単な自己紹介からしようかなと思います。現在ですね、富山県に住んでおりまして、5歳と1歳の女の子を育てながら自分のイメージコンサルティングサロンを持っています。まあ、あの美容系のサロンですねを持っていまして、チームのトップとして働いています。で、あの今実はあの3人目妊娠中でして、4月にもう一人女の子が生まれてくるので、3児のママ社長になる予定です。もともとは公務員をしていまして、5年前に小さな自宅のアパートから起業して、現在は全国や海外にお客様がいて、あとは、ね、一緒に働く仲間も富山県だけじゃなくって、全国各地にいるような環境で仕事をしています。で、ここからあの起業ストーリーに入っていくにあたって、私のちょっと幼少期の話をさせていただきたいと思います。私がね、公務員だったっていうのもあって、真面目なご両親のもとで育てられたんですよねっていうふうに、時々聞かれたりするんですけれども、あの、そんなことはなくてですね、私の両親は高卒ですし、あとは小さく自営で仕事をしていまして、子育てもね、割と自由な方だったかと思います。勉強に関しても、しなさいっていうことはね、一切言われたことがなくて、本当にね、一回も言われた覚えがないんですよ。うん、まあ自分たちも、あの、勉強してこなかった人たちなので、だから、あの、勉強しなさいってこともね、多分言う必要もなかったなと思うんですけれども、あの、勉強もしたことが私もなかったですし、あとは、ね、勉強が嫌いっていうか、やる理由がわからなかったんですよね。これなんかなんでやらなきゃいけないんだろうみたいな感じで思っていた子供で、それよりかは毎日友達と公園で遊んでいたいっていうふうに思っていました。好奇心も旺盛な方だったので、いろんなことにね、とにかく興味が湧くし、気になることは片っ端から試していた子供だったかと思います。遊ぶことがね、とにかく大好きだったんですよね。で、一生ね、このまま過ごしていたいと思っていましたし、将来の夢も、なんか海に出て船で暮らしたいな、みたいな感じで思っていたわんぱくな少女だったかと思います。ただですね、そんなわんぱく少女も中学生になったくらいから社会に染まるというか、まあね、いじめがあったりとか、人から評価されることがやっぱり増えていく中で、生きづらさをすごく感じるようになったんですよね。だからね、中学時代は本当にいい思い出がない暗黒期です。うん、息がね、詰まるような毎日で、学校に行きたくないっていう風に親に言っていた覚えがあります。ただね、そんな中で気づいちゃったんですよ。人からいい評価をされると学校生活がしやすくなるっていうことに気づいたんですね。で、勉強もそれまでは全くしてこなかったんですけれど、成績がいい子っていうのは先生からも気に入られるし、あとはいじめの対象からも外れるし、なんかね、自分とは別の世界を生きてる感じがしたんですよね。だからその中学1年生の時っていうのは学年の中でも最下位みたいな感じで、下から何番目みたいな成績だったんですけれども、途中からね、ちょっと猛勉強して、最終的には学年の成績トップ層まで行ったっていう経験があるんですよ。そうすると、やっぱりね、周りからの声が変わっていったんですね。それで私が思ったことは、周りとは違うことをしちゃダメなんだなとか、あとは周りと同じようなレールに乗って、世間一般で言われるようないい学校に進学して、いい会社に入っていれば私は幸せになれるんだっていうふうに思い始めたんですね。それで学校とか進学先とか、あとは就職先っていうのも選んできました。公務員になって、最初は都会の方で働いていたんですけれども、途中でね、あの実家の事情とか、あとは自分がね、ちょっと仕事上でメンタルが限界に来たっていうタイミングで、公務員試験をもう一度受け直して、地元に U ターン転職しました。でね、そこからは平和な日々だったんですけれど、なんとなく私の人生ってこのままでいいのかなっていうふうには思っていました。その時って、そのなんか SNS もなんか見られる時代だったから、自分で起業して自由に働いている人を SNS で見かけるようになって、やっぱ羨ましいなって思う反面、自分とは違う世界だっていうふうにも思っていましたし、あとはね、こんなのありえない、怪しい、詐欺じゃん。詐欺の世界なんじゃないかとかね。うん、あとは、自分に肩書き、公務員っていう肩書きがなくなったら、私には何も残らないじゃないか。
これまでの努力が無駄になるんじゃないかっていうふうにも思っていたんですよね。ただ結婚して子供を産んで、私の中でこう幸せアイテムっていうのを揃え切ったっていうのがあったんですよ。で揃え切ったから私はもうこれで幸せになれると思ったのに、なんかね、全然幸福感を感じられなかったんですね。自分のことを幸せだと思えなかったんですよ。常に人と比べたりとか、それで落ち込んでいたりとか、あと自分のことを好きになれなかったし、毎日楽しいとも思えなかったし、私の人生このままで終わるのかなみたいなことも考えていました。ある日、その子供にどんな風に育ってほしいかなって考えたことがあったんですね。でその時に私が思い浮かんだ言葉っていうのが、毎日ワクワク楽しく自由に過ごしてほしいなとかね、あとは自分らしく生きていってほしいなってことを思ったんですよ。これっていうのは、自分の叶えられなかった夢とか感情を子供に託しているなってことに気づいたのと同時に、そう願っている自分がその状態に慣れていないってことにハッとしたんですよね。子供にどうなってほしいか考える前に、まず自分が変わらなきゃいけないんじゃないか、もうね、変わりたいって思いました。そこから興味があったことをちょっと片っ端からやってみて、うん、でただね、しばらく自分のことなんて考えたことがなかったから、何が好きなのかとか、何が得意なのか、何ができるのかっていうのは全然わからなかったんですよね。だからなんか占い師を目指してみたりとか、エステティシャンを目指してみたりとか、あとアロマの勉強をしたりやっていました。そのタイミングで出会ったのがイメージコンサルタントっていう仕事なんですね。外見のことで長年悩んでいたのもあって、プロの養成スクール、イメージコンサルタントのプロの養成スクールに半年間富山県と東京を往復して通って、これを仕事にしたいと思って、清水のね、舞台から私の中では飛び降りる覚悟で安定した公務員っていうのを辞めて企業の世界へ行きました。その時はね、長女は1歳だったかと思います。こうやるぞっていう気持ちで起業したんですけれど、富山県っていう、まあ田舎地方にいて、まだイメージコンサルタントっていう仕事が知られていない時代だったので、どうやれば仕事として食べていけるかっていうのをすごく模索しましたし、日をまたいで仕事をすることもたくさんありました。今は起業して5年目になるんですけれども、とにかくがむしゃらに走ってきたっていうのもあって、まあ、そういうのもあったおかげで、一緒に働く仲間も全国にいますし、お客様もね、こう全国海外にいるような状況になったんですけれど、過去の自分と同じように生き方とか働き方に悩んでいる女性に、なんか私はもっとこういう道があるんだよってことを自分が体現して伝えていきたいっていうふうに思っていますし、あとは子どもたちにもたくさんの選択肢を与えられる存在になって、大人になるってこんなに楽しいんだよってことをね、こう無邪気に伝えていきたいと本気で思っています。今回は簡単にね、私の起業までのストーリーっていうのをお話しさせていただいたんですけれども、なんかね、私が特別だからこう自由な生き方とか働き方が実現できてるんでしょっていうふうには、なんか私自身はあんまり思っていなくって、むしろ田舎の普通の家で育って、どちらかというともうお金もなかったですし、うん、そういった家庭に育って秀でた特技とかスキルもあったわけではないけれど、ただね、子供を産んで母になってからでも自分の人生を諦めずに夢を追って挑戦している姿をリアルにお届けできたらなっていうふうに思っています。私もまだ道半ばですし、叶えた夢っていうのはたくさんあります。すべての経験を学び財産にして、綺麗な話だけじゃなくってね、葛藤とか挫折とか、あと嬉しいこと楽しいこともリアルに皆さんにお伝えできるチャンネルにしていきたいと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしてください。今回の動画が少しでも参考になったよという方がいらっしゃれば、チャンネル登録、いいねボタンをいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。